再びでかけるくんから私とこのねかけるくんこちらにあります。はい、かけるくんとともにね牛の餌購入いたします。パセを調べて、はい、まあ、便利ですよはい、では、ね、用意いたします。まあね、ここに書いてます。自由なんだよ、これね。撮影を受けてね、ペット持ち込みだからです。涼しいです、少し。これは電助水が上野さんの時食べきれません。来年です。あれね、あのスイカ有名、私ちょっと食べてもらえます。なかなかね、もう人入らないで撮影を行う、なかなかね、本当にもう難しいんだね。まあ、ところどころね、私ね、乳首が見えます。見えませんよ。見えませんよ、それは。再び参りました。本当に、毎度のセリフですよね。ここにね、マグロ、日曜日はここにマグロあったんですけどね、今日は一回で調理も可能ですけどね。お互い交代ね。まだ 20%。まあ、ここまでね、20% ならね、もう、何ですか、あれね、2組ですからね、心遣いあります、ね、24回以上は入りません。粗熱をお寿司が崩れます、レジまでお気をつけてお持ちください。これね、今日はこれ入ってます。本当はね。養殖です。地場産のものがありません。日曜日なんで、たまたまあったんでしょう。地場のものがありません。ホッキも確かに柔らかいですけどね。顔が恐れだね。こちらはね、今のお店の方調理は可能です。100フォークイブリーでも半額だね。重さや、重にくれ100g 税込みで84円です。5時のね、5時。こうどうとね、もう収録可能ということでいいですね。私さえ、私は主役で私は入ります。私は頻繁に登場しますよ。もちろん私が主役なんでね、登場いたします。まあ、とくとご覧ください。なかなかね、そうスーパー、地方というかスーパーのね。ブルーになりますからね。
バーガーが。2割引き。バーガーの割引き。バーガー割引き。10% でもね、早く買わないと売り切れますから。トレンドの時間18時、夕焼け食いまで。私、エビバーガー食ってないんでね、まだね。これ塩ザンギ、これうまいよね。なんかない時もあるじゃん。これがね。これうまいです塩ザンギ。これお弁当ですか。こういったね、そのようなうちが入る欲張りだね、いろいろあります。レバニラです。春巻き、カニシリ、何？今日はもう生のもの特にね。本格中華。私の本格中華と。整理してます。せっかくね、来ていますから、まあ、それは、まあ、人の数が少ないんでね。ね、同じ神戸でもね、コープ神戸、立ち悪いですから、ね、殺到してね、あの、落ち合いですから、ね、それに言いがかりつけますから、立ち悪いです。まあ、買いたければね、買います。何しようか。ハンバーグね。ハンバーガー。これが卵サンドね。日常生活有名ですね。あれもこれも迷います。コロッケ、いいですね。やはりね、北海道行ってちょっと感じる感じます、ね、聞けませんからね、北海道に入ります。何しましょうか。コロッケは、まあ、いろいろ、あの、値引きになりました。ロースカツ丼もね、2割やはりね、北海道ですね。やっぱり手早くね、取っ払です。もたもたしてね。
まあ、とりあえず買わないとね、まあ、基準してあれ大きいから言わせたら値段ね、ちょっと待ってちょっとね、一巡いたします。私とバックにしたね、こちらね、いろいろ書いてますけど、こちらアイスクリームコーナーです。そうね、たくさんあるんだよね。たくさんって言えばそんな、ピスタチオ、私苦手なんです。レッツかね、ピスタチオ、これはもうどこにかクレイニューバーね、マルチ、これ私買ってね、冷凍庫に保管しています。まあ、まだ決めてないんですけどね。どうしようかな、もういい買い物です。あの、あれポーチとかだけダメだ、長崎さん、あの他のお店ではね、あのお客様の店内撮影と禁止になっております。それがないともいいですよ。おらず、こちらが79円7コップ、ロバパンですからね、北海道ならではのロバパンです。これチョコレートのロバパンです。79円、税込みで85円、まあ、1円ね、あの多く加算していてレジで調整されますからね。あ、これ4本1箱お買い上げで4本プレゼント、どっちが得でしょうか。私たくさん飲むんでね、足痛いんですけど。ちょこっとちょこっとちょこっとカード。ちょこっとちょこっとちょこっとカード。いいですね。はい、ヤクルトです。あるスコープ街のお店なんで、売り切れちゃいますね、買わないと。これ続きまして、デリバーガー、ほら、結構うまい、
車の方だ。エビ入りコンありません。まだあと本日ポイントでバーベキューね、明日はまあ、お休みなんで。かけるでね。あるちゃん。あ、これとりあえずね、これはもう購入用とほぼ中央で日が傾いてまいりましたって本当に傾いてまいりました。バナです。落ちます。あ、これここで安かったですね。はい。買ったものは、ね。私組合じゃないんですけどね、買えるんですよ、うん、買えるんですよ。そんなに変化をね、やはり東に運転の強めもあります。変わらない。当てになかなかね、それはもう考えてもどうせお金は使わない。お金は使わない。出してる。出す。午前中今日はゆっくりしてる。カップ麺どっかもいいですよ。カップ麺の味になんか
確かにスープ中華じゃないです。やはりこういうところはね、北海道です。距離はありますけど、これはね、すごく共通なんだね。中目食でスープの味はいいんですけどね、中にはもう メジャーですよね。大阪で作ってて、なんかね、変でしょ。食べますよ、私。食べますよ。一度にね、食べれないね。まずは、これはやはりね、全国共通ですよ。一度先ほどのところ見ましてお帰りといたしましょうか。赤ちゃんからです。これから揚げ大きいの買いますか。はい、大丈夫。これはこれで収めます。これちょっと。エビバーガーとザンギタン、なんか今一つね、バリバリバーガーもこれ全てやっぱりこれ牛のコロッケね。あ、これ1個ありますよ。よかったです。
たくさんは食べれない。じゃあこれでネジの方に行きます。だね。人いますと向きは変えないとね。やばい。私はね、いくらでもこれを主役の私は、それがやっぱりお決まり、お約束事なんだね。こう入ってしまう場合どうしようもありません。それはどうしようもありません。どうしようもありません。18時32分じゃあ生産金額をご覧ください。517円のお買い上げです。じゃあ生産いきます。このようにコール決済ですぐには早いですよねあっという間です。超高速ですね。新幹線よりもジェット機よりも速いです。あ、ケーキがあります。ケーキがありますから、ね、いちごケーキが120円。チョコ食べれませんからね、一度にね。じゃこれ、これ共通ですよ。これね、これ共通ですよ。では、レンスケスイカ、これ花火いいですよね。あれ北海道ではオープンですから、いろいろこれできます。都会ではもううるさくなりましたから、まあ反対はしていますけど、でも日が傾いてまいりました。あの、どこちゃん、
くるよ、ね、そうです邪魔してくる何の手ですこれ。どこですか。今日私食えませんねあのアイスクリームありますから。では、整理して帰ります。なかなかここに椅子ありました。椅子がありました。椅子がありますって。いかがだったでしょうか。撮影の可能というのは、ね、私は人なんか吹いてないんだね、大事に。人なんか吹いてありませんからね、その大事。これ高校部で、ね、撮影可能なので大変なことになるんですけどね、まあ、予測ではね、おそらくね、私の想像ですけどね、ろくなこと行いませんよ。あんなとこね、高校なんか映してもどうしようもないんだよね。例えばね、偶然ね、イオン誰見てもね、デブの従業員にね、ケツ映ってもどうしようもないんだよね、そんなものね。撮影のない邪魔なのばかりなんで、ね、申し訳ありません、今の従業員さん、イオンタルミテの従業員さん、失礼なこと言って申し訳ありませんね。細い方多いんでね多いんでね。今日よく歩きました。もう2時間経ったのは、整理するだけ少し座ってね、約2時間経ったのは、私ね、と思います。迷っていると、取り切れます。たかだかね、値段ケチったところでね、どうせもありませんよ。ケチって安いからといってね、パパのことはどうでも言っておりません。買い物だったらあったら、それで買う方が買います。買う方買います。それは、買う方だったらね、高校部のね、バカの組合のようにね、押しかけていきませんから。そこがやはり違うんですよ。いらっしゃいませ。前がね、そうなんですよね。いらっしゃいませ。前がありがとうございます。テープに貼れてる。取りに行きます。水曜日ね、舞妓になられるのお休みの水曜日お休み、ね、水曜日のチャージはエアポート検索すればまあ帰るよね、もうそんな何も私は隠すのよ、もう帰るは航空機、まあ、それが一般的なんですね、航空機はね。
since the airport. $717 Japanese, Japan. 717円。デイ払い。なんか80ポイント余ってましたから。36分の声さたし あ、やはりね、田舎町です。このように紙の時刻表が貼ってあります。これだけですかね、バスの時刻表で、あ、登りベトン、これは市街地の循環です。帰ります。袋を鍛えます。逆の方来てます。あの人はね入らないんですけども、なかなかテクニックがね。かけるとね。じゃあ帰ります。プリントゼリー、かけるくんのこれオープンなところがね堂々と、もう人さえねさなければそれでいいんです。トマト切りだったわね。この電スケスイカ大きいです。じゃあ帰り、ああ日がしっかりと落ちてきました。夕焼け、焼け、先ほど18時北海道でもまあどころかあればで、あれ、時間とさまざまなんでね、曲は帰ります。少し湿度の高いか、それでも涼しいですね。文句なんか言えませんよ。バチャ当たっちゃいますよ。
暑いもん、たぶん。50分の1で。堀川でいい、お若手の方のね、もう、理解できると思います。点滅ですよね、電気のね。あれは見づらいですから、画面。もう自動のカメラはどうしようもありません。あれ、航空機の跡ですね。涼しいです。少しね、帰るかどうしても、今私待ってると50年、建築して50年の建物リノベーションを行って、ゲストハウスですね、要するに単純に言えば。ちょっと歩いたら走りたいです。ミニパトカーいいですよね。車でいいんですよ。サイレンの全然聞いていません。救急車の音もまだ一回も聞いていません。札幌にね、マジもう都会ですかね。消防署も前回泊まったところ近くにありましたから、もう頻繁でした。今回だんだん全然昨年お泊まりところね、空き部屋がありませんでした。それでも階段上りよりね大変なんでね。安ければ安ければね、それなんかいろんなことやってて我慢しないといけないんですよ。まだいいですよ。階段ね、上り下りできるんで。ただベッドは私2段ベッドはもう、私ね、サンライズエクスプレスのカーペットのね、カーペット、個室のね、上段を、今もうちょっと無理でしょう。なんとか上がれますけどね、怪我するとね、何もならないんでね。面白い。まあ例えばこれ半額もあったとしてもね、400円前後はお支払いしますよ、結局は、ね、そんなこと言ってると売り切れます。半分ね、残してあるんで。あれですよね、もう。タクシー上等、また金曜日、到着して、まあ、家へ出発して、明日で1週間です。いいんじゃないですか。良ければね、私が良ければそれで。いいんじゃない。確かに違いますよ。少しこれでも、まあ、腰をパトにすればやはり、例年より暑いそうです。それは確かに少しね、今までと違って、温暖の影響ありますよね。私は2年前降り立った時よりも暑いです、確かに。それでも、めちゃくちゃです。それでもね、全然違います。それはもう、じゃあね、住宅ですよ。雨の空気も、毎年少しね、湿った感じです。
まあ慣れれば距離そんなに遠くありませんよね。瀬戸間と同じぐらいの距離で、コアラでもね、ゼロで良ければ安いんですよ。まあ、コープ札幌の。列車もね、案内放送ありますからね。神戸で案内放送あったときはね、やる列車が、ね、あのお客様とね接触した、そういうことしか駅の放送ありませんからね。もうストレス溜まります。都会だからじゃなくてね、大変じゃないですか。長い間ストレス溜まらないじゃないですか。暑いのは暑いですよ、確かに。私も倒れそうになりましたからね。けど、それはね、やはり神戸が私、合ってないということでございます。寒いのは私も名古屋寒い、それはもう慣れていますからね。それはもう着込んで、気をつければいいんでね。冷えるとこだったらもうそれ、血を冷やさないように。強烈でしたから、距離がね、あ、離れていれば、北海道内でも私が到着した時、北と南で、北と南というより十勝のね、内陸で気温差20度もありました。これは確か猿払村の浜鬼子別ね、鬼子別の観測のところ、10度です。あ、今加速の予定したんです。前回ディーゼルカーとデクモでした。デクモは新しかったんですけどね。デクモはもう古いディーゼルの置き換えで、他に配置がいたしました。まだマイクのマラでもう閉店しています。調べてきた、ね、分かります。綺麗ね、はい、うん、この信号が縦になっているのは、ね、雪に積もらないためにです。いらんからって。室蘭ね、室蘭は4日しか確保できませんでしたからね、泊まり ね、白老に泊まって室蘭を復しても、結局室蘭で、ね、ゆっくり見たければやはり泊まらないと、ゆっくりね街を深めることができません。結局到着の時って疲れてるでしょ。でもう戻る、出発の時はもう移動となりますし、札幌移動でもそうです。
列車少しあのチェックインより早いんで、ね、まあ、それがあとね国道でもあったんですけどね、高くて混雑してるのを避けました。あさあの函館からはそれね乗車しますよ。ちょうど東室蘭始発なんでね、また東室蘭なんですね、泊まるところね。いいホテルじゃありません、普通のホテルです。いいホテルね泊まってるらしい。ということはね、お盆にね行かれて多額のね、まあ、それを金払って嘆いて、まあ、それは仕方ないじゃないですか、ね、家族たくさん行けば、あれは猫ですね、タッチ猫でしょうか、キツネ、猫ですね、お逃げますか、あ猫でしたね、猫、あれは猫です、猫です、あれ猫です。ちょっと行ってみましょうか。逃げました、見ました。早いですね、これ。ジャンコ見ます。運動すればね、お腹も空きますよ。この後ね、玄関のところで到着で、その後食います。休憩したんで、2階に行って調味料とかすべて一応6個に入れてます。何でもね、以前のパンフレットはねこっそり持っていかれた、まあそれパンフレットなんで、番組が他の言葉なんかね、なんかメモ用紙がなくなってるって、私が申告あったね、まあ、そんなことですね、いけませんね、一応ね、キャリーケースね取られるし、まあ取られる最悪ですよ、まあ、そこまでしていくとね分かりますけど、必ず、ね、目的を、加速類電車よく通りますね、あれね、2両の電車13本しかないんですけど、ね、到着です。到着しました。お泊まりどころ到着です。なんかヨーロッパのような雰囲気ですよね。ステルカフェバー。ドラム缶です。今日も結構な入りでしょうか。こちらで、はい、では到着しました。